こじゃ。いや、今日はね、自己紹介です。自己紹介。まず自己紹介を、なんか韓国語で言ったら、チャギソゲになりますね。チャギソゲ。チャギソゲ。初めて会った時、はじめましてと言いますよね、日本人は。韓国語では、チャウベケスミダと言います。チャウベケスミダ。はい。難しいですね、発音。なんか、チャウベケスミダを日本語でなんかすぐ翻訳したら、初めて会いますね。ってになりますね。ですね。でも日本語は、はじめましてって言って、韓国語は、チャウベケスミダになります。そうです。チャウベケスミダ。難しいんですね。これは韓国人としても難しい発音だと思いますので、皆さん練習しかないですね。はじめましては、チャウベケスミダと言ってからはお会いできて嬉しいです。はじめまして、お会いできて嬉しいです。それをチャウベケスミダ、そして만나서반갑습니다。만나서반갑습니다。お会いできて嬉しいですという言葉ですね。お会いできて、만나서、嬉しいです。반갑습니다。カタカナで書くと、チョウムペッケスムニダになるんじゃないですか。でも、スムニダ、スムより、スウンガモと韓国の発音と似てるんですよ。チョウムペッケスムニダがもっと似てるんで、皆さん、はい。スムより、すうんに覚えるのはもっと発音的にはいいと思います。チェックしてください。すむにだを早くやったら、すみだ。すむを言ったら、ちょっと韓国人が聞いたらわからないから。すみだ。すむにだ。じゃあ、次は何ですか？私は、シャンシャンと言います。저는、シャンシャン이라고합니다。저는、私は、저는。と申します。라고합니다。私は日本人です。저는일본사람입니다。どこから来ます、来ましたか。日本から来ましたは。일본에서왔습니다。日本から、からは、에서来ました。왔습니다。왔습니다。왔습니다。来ました。そして僕たちは、韓国から来ました。韓国에서왔습니다。えそわすみだから来ました。皆さん覚えてください。はい、自己紹介だからね。そうですね。私は会社員です。저는회사원입니다。私は学生です。저는학생입니다。ですは입니다と言いますね。これも重要なので、あとは単語ですね。私は主婦主婦です。저는주부입니다입니다僕たちは僕たちは歌手です저는가수입니다になりますね가수입니다よろしくお願いします잘부탁합니다と言いますねじゃあ最初からウゴンさんが日本語でやってください僕は韓国語で言うんで最初から最後まで一回やってみましょう自己紹介。자기소개。はじめまして。처음뵙겠습니다。お会いできて嬉しいです。만나서반갑습니다。私はウゴンと申します。저는ウゴン이라고합니다。私は韓国人です。저는한국사람입니다。私は歌手です。저는가수입니다。よろしくお願いします。チャチャチャ歌ってるみだ。このぐらいだったらいいと思います、ね。そうですね。これを完全に覚えたら皆さん韓国語で使えると思いますよ、ね。できると思います。今回の自己紹介ここまでです。皆さん次も楽しみにしてください。またね。